中野島フェスティバルタワーウエスト写真左がウエスト。ウエスト中野島フェスティバルタワーは大阪市北区中野島2丁目にある超高層ビルである。総事業費1000億円。朝日新聞社と朝日ビルディングが進めている大阪中野島プロジェクトの一環として、まず東地区の中野島フェスティバルタワーが2010年1月9日に着工。 2012年11月6日に完成した。フェスティバルホールは2013年4月3日に開業記念式典を開き、4月10日開業。翌年に第34回大阪都市景観建築賞、奨励賞を受賞。中野島フェスティバルタワーウエストは2014年6月25日に着工し、2017年4月17日開業。 同施設内のコンラッド大阪は2017年6月9日、中野島公設美術館は2018年3月21日に、それぞれ開業した。なお、東西両地区を、中野島フェスティバルシティと総称する。2019年には、第60回、BCS 賞を受賞した。東地区は、低層階にフェスティバルホール、西地区外区から、 朝日新聞大阪本社が移転し、中高層階は、テナントオフィスとなる。また、低層階から地下にかけては、フェスティバルプラザが展開される。低層階に大空間のホールが入り、その上に、高層のオフィスビルを配置する構成のため、低層階は、16本の外周柱を、高層部は、中央部のセンターコアと外周部のアウトチューブフレームを、 廃した構造となっている。工事期間中、解体されたフェスティバルホールのレリーフ、牧心、音楽を楽しむノズを再現したイルミネーションが取り付けられていた西木橋側の工事用足場に取り付けられ、2010年12月11日から2011年1月8日までの夜間に点灯された。2015年5月には朝日放送テレビの予備送信書が設置された。 ウエストは4階に、公設美術館の文館及び、多目的ホール、6階から31階が、オフィス、33階から40階の高層階には、ホテル、コンラッド大阪が入居する。ホテルは当初、ロイヤルホテルが、新ブランドのラグジュアリーホテルをオープンさせる計画で、2016年7月まで、優先交渉権を持っていた。しかし、交渉が不調に終わり、 結果的に、コンラッドホテルの寝出が決まった。旧フェスティバルホール壁面のレリーフ、牧神、音楽を楽しむノズは、当時と同じしがらきやきによって再制作されて、新ビル外壁に引き続き設置される。ウエストの33から40階に2017年6月9日に開業。日本では、コンラッド東京に次いで2軒目のコンラッドとなる。 次世代型スマート、ラグジュアリーホテルと位置づけられ、コンセプトは、You ド r ス address in the sky 雲を突き抜けて、客室は164室で、広さは50平方メートル以上。ほとんどの客室が33から37階に設けられているが、最大の、コンラッドスイートのみ39階に位置する。38階には、スパ、コンラッドスパと、 フィットネス施設、プール、宴会場2室、ウェディングサロン、39階には、チャペル、エグゼクティブラウンジ、会議室2室が設けられ、フロントやレストランは、最上階に位置する。レストランは、アトモスダイニング、クラ、鉄板焼き寿司、シー、グリルの3カ所のほか、ロビー横に、40スカイバーラウンジが設けられる。 2018年7月24日には40階にアエリアが新設される。正式オープンに先立ち、ウエスト地下1階にウェディングサロンが2017年2月14日に先行開業した。医療フロア。ありがとうございます。